ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今後は九州で巨大地震が発生するかもしれないな。え、九州で巨大地震が発生するの？それはやばいわね。具体的に言うと、九州でとんでもない地震雲が発生したんだ。え、地震雲って確か地震と関係している雲だよね？そうだぜ。それに最近では、政府が大地震の前兆を発表し、ネット上で話題になっているんだ。そうなの、それは気になるわね。早速解説をよろしく。今回、九州で地震雲が発生したんだけど、その雲はとんでもない形をしていたんだ。一体どんな雲なの？こんな雲だぜ。うわ、確かにこんな雲は見たことがないわね。確かにそうだな。でも、この雲を見て、私は地震雲だとは気づかないわね。まあ、地震雲に関しては色々と難しいからな。それで、そもそも地震雲って何なの？なんとなく意味はわかるけど、もう少し詳しく知りたいわね。任せてくれ。まず、地震雲といっても形状や種類は、その時々で違うことが多いと言われているんだぜ。その話を聞くと、なんだか厄介な雲だと思うわ。確かにそうだけど、目撃した人の中には、これまで見たこともないような色、形をしていたことから、普通の雲との違いがわかると言われているんだ。何度も地震雲を見れば、違いを見つけられるのかしらね。どうだろうな、一部の専門家によると、素人が地震雲を判断することは、かなり難しいと語っているからな。となると、素人がそう簡単に地震雲を見分けるのは、できないだろうね。そうだな、また、地震雲が発生するタイミングは、決まったパターンがあるわけではないらしく、地震の1日前に見られることもあったり、10日前に見られてたりすると言われているんだ。そうなの、でも、地震の前に発生するということは、一致しているのね。確かにその点は一致しているな。それで、数ある地震雲の中でも特に有名なのは、阪神淡路大震災の前に出現したと言われる地震雲だぜ。この地震雲は地震が発生する約1週間前に、明石海峡大橋の真上にこの地震雲が発生した、と言われており、形は竜巻状の雲だったそうだぜ。なるほどね、話を聞くだけでヤバそうな雲だね。それは間違いないな。それで、他の大地震の前にも地震雲が確認されたことはあるんだよね？もちろん、多くの目撃例があるぜ。最近で言えば、2016年の熊本地震の前にも、この地震雲が発生したと言われているんだ。え、熊本地震でも、地震雲が発生していたのはやばいわね。それで、熊本地震の地震雲はいつ頃、発生したのかしら？地震発生の当日と3日前に発生したと言われており、しかも複数の地域で異なる時期に発生したそうだ。また、当時は不思議な雲に魅了されて、写真を撮った人が多かったそうだけど、熊本地震の後には、これらの雲が地震雲だったのではないかと考えられるようになったぜ。ほうほう、じゃあ、撮影した人の多くが、最初は地震雲とは思ってなかったのね。ここで気になることがあるんだけど、地震雲はどのような種類があるの？地震雲として一番多いと言われているのは、太い帯状の雲だと言われているぞ。今回の地震雲みたいな感じの雲だね。確かに言われてみればそうだな。その他には、放射線状に広がる、放射線雲や、竜巻型の、竜巻雲、空と雲の境界が鮮明に分かれている、断層雲や、波のような、波紋雲、弓に似た、球形雲などがあると言われているぜ。結構、いろいろな形が存在しているのね。形以外の違いって何かあるのかしら？夕焼けや朝焼けなどの時に、空や雲の色、そして色彩やコントラストが異常なものになるという話もあるぞ。ほうほう、それは見たら気づきそうな異常だね。そうだな、先ほどの話を具体的に言うと、赤や紫、黄色や金色など見る人によって表現は様々だけど、普段見るものとの違いがわかると言われているんだ。じゃあ、ここまでの話をまとめると、その雲は明らかに珍しい感じがするってことね。まあ、大きく言うとそんな感じだな。それで、地震雲の発生メカニズムは、どんな感じなのかしら？地震が関係しているのは確かなんでしょうけど、仮説としては、震源周辺から発生する電磁波が、雲の生成に影響を与えることで、地震雲が発生するのではないかと言われているけど、あくまで仮説に過ぎないんだぜ。じゃあ、具体的にはっきりと、解明されているわけじゃないのね。そうだぜ、ただ、残念ながら解明は難しいだろうな。やっぱり自然現象だから解明が難しいの？それもあるけど、地震雲ができるまでの過程がいろいろと考えられすぎて、解明ができない状況だな。なるほどね、確かに解明が難しそうだわ。ただ、地震の発生する前には、断層周辺に大きな圧力がかかるから、その圧力によって何かしらの影響が、出ることは解明されているぞ。なるほどね、地震が発生する周辺は、膨大なエネルギーが存在しそうよね。
その他にも、地震雲に関する仮説として、岩石の中には圧力を加えると、電磁波を発生させるものがあるんだけど、大きな規模で圧力がかかると大きな電磁波と磁場が発生し、地震雲ができると言われているな。確かにマリサが言ったように地震雲ができるまでの過程が、いろいろとありすぎる感じね。そうだぜ。だけど地震雲に関する研究は昔から続けられており、少しずつ解明への道筋ができていると、専門家は語っていたな。なるほどね。じゃあ、今後の研究によっては地震の予測に関して、一定の成果を上げられるかもしれないわね。そうだな。成果を上げることができれば人類にとって、大きな進歩を遂げる可能性が高いぜ。それは間違いないわね。では、地震雲に関する話はここまでにして、ここからは九州で発生が危惧されている。地震についていろいろと解説していこう。よろしく。まず、九州には危険な断層が多くあり、中でも、専門家が最も警戒している活断層は、ケボ断層帯という名称の活断層なんだ。ケボ断層帯、初めて聞いたわね。九州のどこにある断層帯なの？それは、少し意外に思うかもしれないけど、福岡県にあるんだぜ。え、福岡、確かに少し意外だね。そうだな。それで、ケボ断層帯の話をする前に、熊本地震の話をしていくぜ。え、どうして先に熊本地震の話をするの？それは、ケボ断層帯と熊本地震が、深く関係しているからだぜ。なるほどね。深い関係にあるのね。これは先に聞いておかないといけないわね。それで、熊本地震は日名具断層帯という活断層の、一部がずれ動いたことで発生した地震だったんだ。そうだったの。熊本地震は知っていたけど、地震が発生した原因は知らなかったわ。それで、この日名具断層帯に関しては、熊本地震が発生する直前まで、全国で一番地震の、発生確率が高い断層帯と考えられていたんだぜ。え、そうだったの？全然知らなかったわ。まあ、霊夢が知らなくても仕方がないぜ。なぜなら、熊本県民でも知らなかったという人が、多かったと言われているからな。そうだったのね。それで、熊本地震が発生した時に多くの熊本県民は、地元でここでこんなに大きな地震が、起こるとは思わなかったという人が多くいたんだぜ。でも日名具断層帯があるなら、何かしら地震に対する警戒をしている人が、いてもおかしくないと思うけどね。確かに一部の人は、日名具断層帯が危険だということを発信していたんだけど、ある事情からその話はあんまり浸透しなかったんだぜ。一体何があったの？それは、過去に日名具断層帯がそこまで、活動的な断層とは考えられていなかったからなんだ。そうだったの。じゃあ、日名具断層帯で熊本地震が起きたから、え、マジかよ。ってなったのね。まさにその通りだぜ。また、専門家によると熊本地震では危険な活断層の一部分しか、活動していないと考えられているんだ。え、それって、もしかすると熊本県で、また大きな地震が発生する可能性があるということだな。やばすぎる話だね。でも、一度大きな地震が来たら、その後はそこまで大きな地震は起きないと思うのが、一般的な考えじゃないの？確かにその考えを持っている人は多いけど、実際は大きく違うんだ。具体的に言うと、地震が発生すると歪みなどが発生すると考えられており、巨大地震による歪みは、ちょっとしたことで崩れ去り、再度大きな地震を引き起こす可能性があるんだ。そうなのね。つまり油断していると、とんでもない地震が起きるのね。その通りだぜ。では、この話を踏まえて専門家が最も危険だと考えている、ケボ断層帯について話をしていこう。まず、ケボ断層帯は南東方向に内陸部にまで伸びる断層で、比較的最近の2005年に発生した。福岡県西方沖地震は、この断層の海域の部分がずれ動いたことによるものだったと推定されているんだ。確かにその地震は記憶にあるわね。ここで注目してほしいのは、この時ずれ動いた断層に関しては、あくまで北西部の海域の区間が、ずれ動いただけであり、そこから南東に続く陸域の活断層は、まだずれが残っている状態なんだ。え、それはやばいわね。じゃあ、ケボ断層帯は日名具断層帯と、同じ状態にあるじゃないのよ。まさにその通りだぜ。また、ケボ断層帯に関しては、トレンチ調査などにより平均約3000年から、5000年程度の間隔で地震が発生していると考えられており、最近の活動時期は少なくとも、約3400年前以降だと考えられているんだ。それって、つまり、ケボ断層帯の南東部の区間は、すでに満期を超えている可能性が、高いということだよね？まさにその通りだぜ。それで、仮にケボ断層帯が大きく動くと、2005年に起きたマグニチュード 7.0 の、福岡県西方沖地震よりも、大きな規模での地震が発生すると想定されているんだぜ。つまり、ここまでの話をまとめると、熊本も危険だし、福岡も危険ってことだね。
まさにその通りと言いたいところだけど、九州には他にもヤバい地震が危惧されているんだ。え、まだあるの？では、九州でもう一つ危惧されている地震について、いろいろと解説していこう。よろしく。それで、危惧されている地震は、日向灘地震だぜ。日向灘地震、確か日向灘ってことは宮崎県の方だよね？その通りだぜ。具体的に言うと、日向灘は宮崎県の南端都井岬から、大分県佐伯市の鶴岬までの沖合とされているぜ。黒潮が都井岬沖を経て四国沖に達するため、イワシ、マグロ、カツオの回遊する、航路上になっているんだ。かなりお魚が取れる場所なんだね。また、日向灘は景観が美しく、日方海岸や日南海岸といった国定公園、さらにシーガイアなどの観光資源にも恵まれている場所だ。シーガイア、行ったことはないけど、一度は行きたい場所だわ。同じくだぜ。それで、日向灘で発生すると考えられている地震は、マグニチュード8以上なんだ。マグニチュード8以上ってかなりヤバいわね。確かに日本で発生が危惧されている地震の中でも、上位に入ると思われる地震の大きさだな。また、もともと日向灘に関しては2004年に、南海トラフにおける地震に関して、想定される地震の規模が発表されていたんだけど、この地震の規模はマグニチュード8以上ではなかったんだぜ。え、じゃあ、2004年に想定されていた地震の規模より、引き上げられているということなんだね。その通りだぜ。また、日向灘における地震は過去に何度も発生しているんだ。え、そうだったの。私は関東に住んでいるから、全く知らなかったわ。まあ、九州に住んでいる人でも知らない人がいるので、別に霊夢が知らなくても無理はないぜ。ほうほう、それならよかったわ。それで、日向灘ではマグニチュード 7.6 前後のものは、約200年間隔で発生すると推定されているんだ。ほうほう、周期もわかっているのね。そうだぜ、具体的に言うと17世紀以降では、1662年に発生したマグニチュード 7.6 の地震と、1968年に発生したマグニチュード 7.5 の地震の2回が該当すると考えられており、2回とも津波を引き起こし、人的被害を出しているんだ。やっぱり、地震と津波はセットで考えておかないとダメだね。確かにそうだな。話を進めるけど、日向灘においてマグニチュード 7.0 から 7.2 程度の地震は、約20から27年間隔で、発生すると推定されているんだぜ。結構、発生までの間隔が短いのね。先ほどの内容を具体的に言うと、1923年以降は1931年にマグニチュード 7.1、1941年にマグニチュード 7.2、1961年にマグニチュード 7.0 の3回、または1984年のマグニチュード 7.1 を含めると、4回の地震が発生し、いずれも人的被害を出しているぜ。つまり、日向灘では2種類の地震が存在し、それぞれある程度の周期で地震が発生しているのね。その通りだぜ。それで、ふと思ったけど、日向灘で発生する地震には2種類があるから、2つの地震の間隔を合わせると、やばいことになるよね。実は、そうなんだぜ。やばいわね、聞かない方がよかったわ。さっき、霊夢が言った内容を具体的に言うと、2種類の地震を合わせると、10年から20年の間に一度の割合で、どちらかの地震が発生していることになるんだ。1種類だけの地震ならともかく、もう1種類の地震があるのは厄介だし、怖い存在だよ。また、過去の地震から調査された内容によると、日向灘で発生した過去最大の地震は1662年に発生した。マグニチュード 7.6 の地震だと考えられているんだ。かなり強力な地震ね。確かに強力な地震だけど、日向灘では南海トラフ地震に連動して地震が発生する可能性が高いと言われており、連動して発生した場合は、マグニチュード8クラスの地震が起きるそうだぜ。九州はヤバいわね。そうだな、だからこそ、日頃から地震対策を行っていくことが重要だと思うぞ。うん、わかったわ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。